リート専務の甘い策略、星2。主人公は大手の OL のメスであり、弟の学費を払うために夜は親族が経営する高級キャバクラでこっそり働いているという設定。その一族の昼の会社にメインヒーローの友人の OL の兄の専務で若くて細長いイケメソであるという設定を説明。その後その細長いイケメソがなぜだかキャバクラに現れて、アイスティーしてお持ち帰りされる。事後ではなかったがそこでこの細長が自分の妹とこれ以上接触するなだったり、従順になるまで調教してやるからなってしたりいきなり接吻をするとか、それに対して反撃したら一定、噛み上がったなみたいにクボタイト先生ムーブをするというこの動画を見ているのかというような気持ちにさせてくれるポカーンな展開をたしなんだ後に。少女漫画って大体こんな感じのシーンあるけど、この手のシーンを見るたびにもしもこの専務が種付けおじさんとかの容姿だったらどうするのぜって思うのぜ。え、警察呼んで社会的地位を剥奪して市中引き回しの後に打ち首獄門じゃないの？民主よりもひでえのぜ。この久保タイト常務が、自分の妹に金目的で近づいてくるハムシかと思ったら違ったということで自分のメスにするというとても少女漫画している漫画。少女漫画に出てくるヒーロー役は人格がぶっ飛んでてそのぶっ飛んだやべえ奴が日常生活みたいなリアルっぽい箱庭で日常生活するって感じがうちらをまんじゅうはクソ激烈に面白くて好きなのぜ。セーラーおじさんが企業の専務とかして仕事しているのを周りは全員何事もなかったのかのように扱う感じっていうのかな？知らない人がいきなりその空間に飛び込んできたら強烈な違和感を感じるのに誰一人その違和感を違和感だと認識しない感じが一部の少女漫画の面白いところなんだよね。